はい、こんにちは。フォトショッパーの塚本武幸です。皆さんレタッチしている時にトーンカーブ立ち上げると思うんですけど、このトーンカーブのマークの時もあれば、このトーンカーブのマークの時ないです。こう2つどう違うねんっていうのをですね、検証してみたいと思います。じゃあやっていきましょう。じゃあちょっと見といてくださいね。まずはこの牛撮ったですね、画像をですね、フォトショップの方にドラッグ&ペーストで入れていきたいと思います。ここでね、調整レイヤーの新規作成からトーンカーブ立ち上げます。そうするとこのマークになるでしょ。このマークになる時もあれば、はい、雪山ジャンプしてるね、北海道の友達が撮ってくれた写真なんですけど、これトーンカーブ立ち上げますね。そうするとこのマークになるんです。ちょっともう一個だけいいですか。解明はしてるんですけど、猫ちゃん、あ、じゃあ今の流れでいくと横位置はこれじゃねと、縦位置はこれなんちゃうとなるとするじゃないですか。ほな猫ちゃん横位置やないですかね。トーンカーブを立ち上げるとこうなんです。横位置やのに。で、例えばなんですけど、この牛あるじゃないですか。牛のこのトーンカーブのレイヤーサムネイル、これ右クリックしていただいて、ならこれサムネイルが小になってると思うんですけど、これをサムネイル中にしてください。そうするとこのマーク見といてくださいね。こうなりますっていうだけの話です。なので今のあのマークっていうのは、あの縮小版みたいな形で思っていただいたらいいです。だからこのマークが出たからって別にどうのこうの関係ないです。結構ね、こう質問があるんですよ、実際問題で。さっき縦位置でなぜあのマークになってたのかっていうとですね、ここの幅が広いからなんですよね。横位置やったら狭くなるじゃないですか。なんであのマークになるんですけど、縦位置やったらこの広いじゃないですか、枠が。なのでこのマークになるんですね。で、さっき猫ちゃんあったじゃないですか。横位置やのにこのマークになってたじゃないですか。あれ実は牛と比べて猫ちゃんってこれ3対4の比率で撮ってるんですよ。ね。これが2対3の比率なんですけど、これ3対4の比率なんですね。で、3対4の比率でもやっぱり幅が広くなるから、これがこういう風になるという、それだけの話なんです。はい、だから別にあのマークは別に気にしないで、あのどっちで調整していただいても、トーンカーブはトーンカーブでございますので大丈夫でございます。これがちょっとですね、解明した結果でございます。はい、でちょっとついでになんですけど、ちょっといろいろとちょっとご紹介したいものがあって、それがですね、ここレイヤーのここあるじゃないですか。パスの横のこの4本線のところがあると思うんですけど、これクリックしていただいたら、一番下の方にですね、このパネルオプションっていうのがあるんですね。で、あのサムネイルを右クリックして、サムネイル小かなんかが中にしたじゃないですか。それ一応このパネルオプションでもこうやって表示することができますね。はい、なしとかもできます、サムネイルね。はい、でそこでですね、ちょっと見ていただきたいのが、ここサムネイルの内容って書いてるじゃないですか。レイヤー範囲のみを表示とドキュメント全体を表示ってありますよね。これ何なのかというと、画像で細かい切り抜いて貼り付けたりとかいう作業をしている方、例えば猫ちゃんの顔を切り抜きますっていう時に、猫ちゃんの顔をこう、まあ何でもいいので、こうやって切り抜いたとするじゃないですかね。で、これで、まあ、コントロールド J で、こうやって、独立レイヤーしました。ほんなら、普通、こうなるじゃないですか。まあ、要は、透明レイヤーの中に、その猫ちゃんの顔の部分だけが切り抜かれましたよっていうような絵になると思うんですけど、今結構大きめやから、ここってわかるんですけど、めっちゃちっちゃいやつやったら、こう、わからないときないです。なので、4本線のところをクリックして、で、ここのパネルオプションっていうところをクリックしていただいたら、レイヤー範囲のみを表示ってやつにチェック入れて、で、OK をするんですよ。ほんなら、これ、こうなんですよ。大きく表示してくれるんですね。これ結構良くないですか？はい。これね、これ結構いいかなと思うので、これぜひね、使っていただければいいかなと思います。大きく表示してくれるので、非常に、まあ、見やすくなりますし、これが、あ、これかっていう感じですぐわかると思うよね。やっぱりこう、透明レイヤーの中にポツンってあってもわからないので、その時に非常に便利だと思います。で、一応このレイヤー範囲表示をですね、わざわざ開かなくても、さっきみたいに右クリックしていただいたら、ここに出てます。サムネイルショーの下に、レイヤー範囲のみ表示って出てるんで、さっきのように戻したかったら、これドキュメント全体を表示したらこれ戻りますので、こういうふうにまたやっていただければいいかなと思います。 OK ですか？はい。
で、次にですね、もうちょっとだけあります。それがですね、下にほら、3つ項目があると思うんですけど、まず、塗りつぶしレイヤーに、初期設定のマスクを使用ってあるじゃないですか。例えば、猫ちゃんの色をもう少しちょっと、まあ別に悪くないですけど、まあオレンジ色にしようかなってするじゃないですか。ほんなら、このようにベタ塗りレイヤーを立ち上げます。ほんなら、このように、まあオレンジ色にしようかいな、つって、オレンジ色選びましたってなった時に、ここにほら、レイヤーマスク当たり前なんですけど、できるじゃないですか。うん、追い焼きカラーでちょっとトーン落としましょうか。こんな感じのオレンジにしようとするじゃないですか。例えばなんですけど。ね。ほんなら、レイヤーマスクあるから、猫ちゃんを切り抜いた後に、レイヤーマスクわざわざ捨てなあかんじゃないですか。ほんで、またレイヤーマスクを作らなあかんでしょ。で、その時に、ちょっともうめんどくさいから、もうこのベタ塗りとか、このグラデーションとか、この3つ、パターンとか、この3つに関しては、もう、レイヤーマスク表示しない。最初から。なので、色を決めたら、後でマスク作って、すぐにレイヤーマスクできるように、もうレイヤーマスクは表示しません。っていうのがですね、先ほど言ってた、塗りつぶしレイヤーに初期設定のマスクを使用って書いて、これチェック外すんですね。で、これで OK を押すじゃないですか。例えば、ベタ塗りしますって言った時に、こんな感じでレイヤーマスクできないんですね。なので、このまま、例えば、うん、そうやな、大焼きカラーかなんかにして、猫ちゃんだけにしようか言うて、このままオブジェクト選択ツールでこうやってピーって引きます。ほんならですね、猫ちゃんだけ選択範囲ができると思うので、もうこのままレイヤーマスクをポンと押したら、もう猫ちゃんだけのマスクができると。もう変やけどね、できるという形になります。OK でしょうか。なので、まあ、必要な方というか、お仕事でね、こういう風にしている方は、毎回毎回マスク捨ててんねんなっていう方がいらっしゃったら、もうマスク出ないようにね、ここのパネルオプションというところでやってもいいかもしれないですね。で、次に、新規効果とフィルターの拡張表示ってあるじゃないですか。これチェック外しますね。コントロールとシフトとオルトと E でおまとめレイヤーして、で、例えばこれを右クリックしていただいて、スマートオブジェクトに変更しますよね。で、この状態で、例えば、こうフィルターからぼかし、で、ぼかしガウス、で、ぼかしました。ほんなら普通、このぼかしましたよっていうレイヤーができるじゃないですか。ちっちゃいレイヤーが。できないじゃないですか。ね、これ実は一応これ隠れてるんですね。なんで一応さっきのチェックを外すと、もうスマートに隠して表示されるっていうだけの話です。だからもうここにはちゃんと出てるので別にいいんですけど、つけててもつけてなくてもここチェック外したらチェックすりゃいいだけなので、ただスマートフィルターを表示せずに開く、調整するっていう形になりますね。はい、まあこれはどっちでもいい話ですね。はい。で、最後にもうこんなんどうでもいい話です。よりどうでもいい話。コピーしたレイヤーとグループに、コピーを追加っていうのは、背景コピーした時に背景のコピーって出るか出ないかっていうだけの話なので、その辺はもういいですよね。はい。チェック入れようが入れなかろうがどちらでもいい話です。はい。っていう感じで、まあ結構重要なのはこのサムネイルのね、ここですね。はい。あと、トーンカーブを立ち上げてる時に、レイヤーマスクが表示されないんですけど、っていうちょっと問い合わせがあったんですよ、ちょっと前に。で、なんでトーンカーブが表示さ、あ、じゃあレイヤーマスクが表示されないんだろうって結構いろいろ調べたら、さっきのパネルオプションとはまた別にややこしいんですけどね、画面上のここ色調補正ってあるじゃないですか。ここクリックしていただいて、ほなここまた4本線あると思うんですけど、ここのですね、初期設定でマスクを追加ってあるでしょ。これをチェックを外すと、トーンカーブしても、レイヤーマスク出ないんですよ。なんで、ちょっとこの先ほどの、なんだ、ベタ塗りとかの、レイヤーマスクが出ないやつと、このトーンカーブのレイヤーマスクが出ないところって、また別のところあるので、それだけちょっとね、気をつけてください。色調補正にしていただいて、この4本線のところをクリックしていただいて、で、初期設定でマスクを追加、これチェック入れとく。まあ、これはチェック入れといた方がいいんじゃないですか。はい。で、これでトーンカーブを立ち上げていただいたら、マスクが出てくるんでね、このように調整していただいたらいいんじゃないかなと思います。はい。一応ね、CM ちょっと挟ませていただくと、大阪でですね、フォトショップのセミナーをやっています。で、やっぱコロナなんで、なかなか対面でね、やるのは難しいので、ライブ配信であったりとか、教材だけをですね、発送するっていう形もやってますので、PST フォトって入れてください、ここ。
Google でも何でもいいです。PST フォトって入れていただきます。ここ、PST フォトレターチ事務所っていうのがあると思いますので、こうクリックしていただきましたら、超昔の僕の顔が出てくると思うんですよね。で、レイヤーマスクとか、レイヤーマスクの1から10とか、カメラロー解剖スペシャルとか、買ってない人はぜひ買ってください。これ、よう売れてますんで。で、見ていただきたいのはここですね。はい。フォトショップ教室、生徒募集という形で、もう1ヶ月に1回やるような教室になっていますので、もう3回目は終わっちゃったんですね。だから今度の10月からまた、教材発送とかライブ配信とか、リアルとかやるので、ぜひですね、ご参加いただければいいかなと思います。まだここ見ていただいたら、まあ初級コース、中級コース、研究会コース、クリエイティブコースという4つのコース分かれていますので、で、会場ね、ちょっとまた、考えてるんですけどね、まあそれはまた追って追ってご紹介します。で、まあ、値段もここ書いていますんで、はい。なんで、教材発送の方はちょっと安くね、なっていますので、ぜひですね、ご参加いただければいいかなと思います。まあ、こんな感じで概要書いてますので、今3回目終わったけど、3回までの教材は欲しい。で、4回目からライブ配信であったりとか、毎月教材発送してくださいとかでも全然 OK なので、ぜひよかったらですね、教室の方、またですね、一から、フォトショップ勉強するっていうのもありだと思いますので、お仕事されている方もですね、教材を見ていただければいいかなと思います。教材はですね、こんな感じの教材です。テキストがですね、毎回10ページ送られてきます。それとですね、このように DVD を、皆さんの方に、送らせていただき、これ毎月送られてきます。テキストがさっきの10ページのデータですね、が入っているのと、あとはサンプル画像ですね、僕と同じ、レタッチをしていただきたいので、サンプル画像も入っています。あと、動画が入っていますので、DVD ご利用の方はですね、MOV が入ってますので、パソコンで見ることができますので、ぜひですね、ご登録いただければいいかなと思います。はい。はい。まあそんな感じでですね、今回の内容は終わっていきたいと思います。さよなら。